岩井の長谷川正則です。はい、占い師の大石です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日は占い岩井のショー、はい、一発目なんでしょう。はい、本日はですね、追悼野村克也さんの生涯を占いで紐解く、野球ファンの我々としてはいやいや、ね、もう番組見てる方は散々ご存知だと思いますが、何の興味もない2人です。あまりねちょっと詳しくないというお二人、全く詳しくない2人ですが、はい、まあ、11日プロ野球界の名将野村克也さんが84歳で亡くなりましたと、うん、これでどんな人でどんな人生だったのかっていうのを先生にこう占っていただこうと思うんですけれどもね、うん、まあ占うまでもなくね、すごい有名なお方なんで、うん、でも我々はその野球詳しくないですけど、まあ知ってますもんね。それでもそう、野村克也さん奥さんサッチーとかね、そう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 、そういうことも知ってるし、テレビでもよくね出てね、ぼやきとかやってましたよ ね、 ね、あとね、はい、ね、野球好きじゃない私でもね、うん、ID 野球って言葉は知ってるんですよ。ね、頭で野球は頭でするもんだとかですね、名台詞があって、はい、でその ID 野球の申し子が古田だよっていうのもなんとなく知ってます。はいはいはい、はい、僕もまあそれぐらいはね、でもギリそこまでです。まあまあそういう方であって、はい、であともう一つ、なんかまあ亡くなられてからこう割とワイドショーで取り上げられて、うん、その辺で見てたんですけれども、なんかやっぱり万年2位っていうのをこうぼやいてるのがありましたよね。あ、王長嶋時代で、なんだっけ、彼らはひまわりだって言ったんだって、うん、で自分は月見草だよね、夜に咲く月見草だよみたいな言い方をして、はいはいはい、まあ、有名な永遠の月見草だというような言い方をしていましたと、うんうん、でまあこういうのってね、もう、まあ、才能もあって努力もされた方なんだろうから、やっぱここ運っていうものを感じるわけですよ。だってその時に同世代に王長嶋いなかったら、もしかしたらもっと本当に自分がひまわりになれたかもしれないわけじゃないですか。確かに長谷川さんだってね、もう周りの芸人が一人もいなかったら、ね、頭角を表してるでしょ。一人勝ちですよね。一人勝ちでしょ。片っ端からね、ぶちのめしていくってないかじゃない。逆にやられる。いやいや、まあね、それってだからいつも言ってますけど、努力の延長線上にないものを運と呼ぶわけだから、はい、同世代にそういう人がいるっていうのは自分の努力でどうにかなるものではないわけだから、そこに運っていう力をやっぱり感じるよなっていうふうになるわけなんですよ。はい、で、まあね、実際にこう占ってみました、はいはい、野村克也さんですね。これまあ、生年月日こう書いたわけですけれども、まあ、昭和10年のお生まれで、うん、居年でしたと、ね、いうわけなんですが、まあこう見ましてですね、まあここにこう星があって、ここに陰って書いてあるんですが、はい、この陰という星がおそらく野村さんを支えた、そのなんていうかな、人生を生きていく上の武器になる星はこいつだったかなというふうに考えられて、陰寿ってやっぱり頭なんですよ。合理的に判断する星だよっていうのがあって、データに頼るよっていうのもこの辺から来てるのかなというふうにまあ考えられます、で、まあ、いつも四柱推命って言っておきながら、生まれた時間使わないで3つだけでやってるから、まあ、推測に過ぎないわけですけど、はい、ここがいいだろうって考える根拠がこう実際にこう人生活躍した時期とかを考えるとですね、うん、例えばこう20代30代とかこの辺にトラウとかっていう木が来て、あるいはその後に今度は上に日の絵日の取って火が来てって、その木とか火の時代にまあ活躍できた方なのかなっていうふうに考えられると、うん、で、あと何よりももうお亡くなりになったという事実があるので言える話なんですが、はい、今年カノエネっていう年が来まして、2020年これが来るとこいつを封印しちゃうんですよ、うん、でそうするとこの陰の星、自分がなんていうかな、一番こう頼りにするのがこの部分、ここに頼ってこう人間が生きてられるのに、ここをやっつけられたよっていうふうになると、確かにまあ命の危険があっても不思議はない年だなという年回りでした。そこから逆算してもおそらくこれを生かしてこう生きてきた人生なんだろうなというふうに考えられ、あとさらにですね、こう分かる方はここ「い」と「馬」と「ね」、水と火と水っていうふうに火とか水がガンガンぶつかり合ってる組み合わせだったり、はい、あと上のところも水と火っていうふうにですね、なんかこう持ってるもの同士がゴツゴツぶつかり合うような組み合わせを持っているので、うん、これこの一個の扇の要みたいなところでまとめておかないとバラバラなんですよ、この才能とかがね、はい、こういうところがやっぱりちょっとアンバランスを招きやすい運命だったのかなっていうふうに考えられるんですね、うん、だからまあやっぱり非常に努力の方だと思いますし、うん、
そうですね、それで、人生こういい時期をうまく駆け抜けてきたかなと。ただやっぱりその77歳、8年前ぐらいからはちょっとまずいところに来てしまったかなというふうにまあ感じられるんですね。まあ、あの奥さん亡くされて非常に落ち込んでた、ね、姿もありましたし、まあ、もちろん年齢も年齢ですのでね。でそういうその10年の中の今年1年というのが、まあ、確かに、一番しんどいところだったのかなというふうに考えられますと。でもなんか僕は傍から見ててやっぱり選手としてもねご活躍されて、その後監督としても、ね、活躍してその後テレビとかも出てというふうにやっぱり、ね、幸せな人生というかね、どうしたかなって思います。そう、持って生まれたものの中はね、決してそのなんかすごく理想的とは言えないものだったんだけれども、この後の巡りとか本人努力とかによって、まあ、やっぱり充実したいい人生だったのではないかなというふうにまあ感じられますね。なるほど。ということで、はい、人生を紐解くというところで、まあ、この陰樹で生きた方だったんですねというお話でございました。はい、はい、ありがとうございました。以上です、はい、また明日も見てください。また明日。